メンタルが病む原因ベスト3。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル。今日は伊豆高原の桜の里からラベンダーを背景にお伝えしています。今日は質問いただきました。村信さん40歳男性。メンタルが病む原因トップ3を教えてください。過去のトラウマやジャブのようにストレスを受け続けて、あるきっかけで精神的に限界が来て病んでしまう方が多いような気がします。先生のご経験や統計などがあればメンタルが病むトリガーなど教えていただけないでしょうか。メンタルが病む原因という形なんだけど、原因というか性格というか特徴みたいなものをごっちゃにした中で、私が今までの精神科医としての経験の中でこういう人がメンタルを病みやすいっていうのを3つお伝えしますね。ベスト1。まず人間関係。人間関係が原因で鬱になったり、メンタルがおかしくなる人が多いというか、ほとんどというか大部分ですね。会社とかで大体なんかあったりとか、あるいはやっぱそういう個人的な人間関係がなんちゃらとかいうことなんで、メンタルがおかしくなるきっかけっていうのはやっぱり人間関係が非常に多いですね。逆に言うと人間関係が下手な人がなりやすいとも言えますね。上手に人間関係ができるとすれば、多少なんか圧力があってもうまいことを対処できるという形になりますよね。なので人間関係が下手というのも一つの性格的なというか特徴になってくる。逆に言うとそういう人間関係で最低限ねうまくやれるようにしとけば、そういうメンタルのリスクっていうのも減らせるってことかなというふうに思いますね。2つ目、メンタルが病む原因ベスト2。相談しない、一人で悩むと言ってもいいでしょうね。まあ、先ほどに近いんですけども、人間関係とかなんかいろんなもので悩んだ時に誰か相談できる人とかいると意外と楽だったりするんですよ。少なくとも相談するだけで解決はできなくてもガス抜きはできますから、ガス抜きすると気分が楽になるってことです。ストレス発散になるってことですね。だから相談する人がいるかいないかでは、同じことで悩んでいたとしてもこのぐらいの影響が違うわけです。ストレスに対してガス抜きをしない人はもろにそれを背負い込んで毎日毎日生きていくことになってしまいますよね。ガス抜きがちゃんとできればですね、ストレスがあってもふーっと全部抜けていけばいいわけだから、病気になったりすることはないということが言えますね。で、この相談する人がいない、もしくは相談できる人がいないってこともありますよね。なんで相談しなかったんですかって言った場合、相談できる人なんかいませんみたいなことをおっしゃる方っていうのがとっても多いですね。あるいは家族もいるし友人とかもいるはずなのに、自分からはこういうことを相談したら迷惑であるっていう自分からブロックをかけてるような方もいらっしゃいますよね。なのである意味孤独、それは真の孤独かどうかはわからないけども、自分の中では相手に相談したら申し訳ない、自分で孤独の輪を作ってる人も含めての孤独ということが一つ言えますね。相談できないっていうのはイコール孤独であるってことです。孤独であるということがメンタル疾患のやっぱりリスクにもなります。実際には認知症のリスクとしてやっぱ孤独というものが非常に大きいということが言われてますし、孤独の人は病気になりやすいと言われてます。どのくらいなりやすいかというと喫煙と同じぐらいのリスクと言われてますから、ものすごく健康に悪いという孤独の状態というのはね、体の疾患に限らずメンタル疾患においてもものすごく良くないというのが孤独です。ということでベスト2は孤独もしくは相談できないということ。メンタルが病む原因ベスト3。緩急がつけられない、休めない、休むのが下手、あるいはやめられない。その根底にあるのはどっちかというと生真面目で几帳面ですごい熱心で頑張り屋さんといった形でしょうかね。すごくいい性格です。頑張り屋さんで熱心で諦めないっていう。だけど普通の人だったらもう無理っていうところを諦めないでいっちゃうもんですから、どっかのタイミングでピツッと切れてしまうと、それがある意味メンタルが病む、メンタル疾患になるっていうことですよね。だからほどほどのところで休んだり休憩できたりする人は、そうそうメンタルが病むってことはないです。自分でうまく休憩が取れる、うまく休めるっていうね。逆に言うとメンタル疾患の人は休むのが下手です。家でのんびりしててくださいって言っても、どうやったらのんびりできるんですかっていうようなことから聞いてきたりとかね、家にいてもずっとネガティブなことばっかり考えて、あーって戦々恐々として全く休みにならないみたいなね、そういう方が多いですね。ですから私が皆さんにお伝えしているのは、昼バリバリ働いて夕方から夜にかけてリラックスして夜ぐっすり眠りましょうと、換気をつけて働くとはそういうことです。昼バリバリ働いて夜はリラックスしましょう。これができれば昼どんなにね厳しい職場で働いててもですね、回復できるんですよ。ストレス抜けるんですよ。ガス抜きできるんですよ。だからみんな夜も眠れなくなったりね、夜も今日あった会社の嫌なことを家に帰ってきてまで考えて、ああ今日怒られたこんなことで、ああみたいなねことをずっと考えてるわけです。そしたら気が休まる暇もないわけで、これ当然メンタル疾患になりますわね。これ毎日ずっとそんなことしてたらね。なので換気をつけるということ、うまく休憩を取るということ、この3つの条件が結構大きいかなと、私がイメージするメンタル疾患の患者さんの大部分にね当てはまってくるということですね。逆
くに言うとそういう人間関係をうまく処理できるようになっておける、あるいは相談できる友人を作っておく、普段からいろいろ困ったことがあったら人に相談する癖をつけておくということ、あるいは換気をつけた生活、ちゃんと夜になるとリラックスして睡眠をきちんと取ろう、この3つを抑えるだけでメンタル疾患を予防できる確率というのがものすごく高まるんじゃないかなと思います。ということでね、メンタルを病む原因ベスト3、メンタル疾患の予防という意味でとても重要なベスト3だと思いますので、ぜひ記憶の片隅に留めておいてほしいなと思います。疲れやすいは病気の症状、精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は静岡県伊東市の松川湖からお届けしています。奥の方に奥のダムというダムが見えます。ダムによってせき止められたダム湖ですね。今日は質問いただきました。もんじゃ焼きさん、28歳男性、朝割と調子がいい日が多いのですが、お昼にはエネルギーがなくなったように抑うつ症状が出ます。薬もしっかり服用していますが、なぜすぐ疲れてしまうのでしょうか。それは疲れやすいというのはうつの症状だからです。この疲れやすいっていうのがうつ病の症状であるっていうのを意外と知らない人が多いと思います。っていうかほとんどの人知らないんじゃないかなというふうに思いますね。専門的に言うと、いい疲労感、容易の意に疲労で、いい疲労感と言いますね。疲れやすいっていうのは、このいい疲労感っていうのはうつ病のですね、診断基準にも含まれているうつ病に結構特徴的な症状ですね。いい疲労感であるとか、あと全身倦怠感、体が全身だるいみたいなね、あと疲れやすいみたいな、患者さんによっては体に鉛が入ったような状態っていうふうに言う人もいます。ということで、疲れやすいっていうのはこのうつの症状なんですね。この質問の方の場合は、疲れやすいっていうのがちょくちょく出るっていうのはどういうことかというと、うつがまだ十分に治ってないっていう、そういうことがわかるわけですね。ということで、そういううつ病がどういう症状なのかっていうことを知っておくっていうのはとても大切だと思います。このようにいい疲労感っていうのがうつの症状ですよっていうことがわかっていれば、薬の副作用ではないなっていうこともわかるし、もちろん薬の副作用で体がだるくなったりするってことはあるんですけども、副作用によるものであれば、そういう1日の午後になると疲れてくるみたいな感じではないはずなのでね。ということで、疲れやすいっていうのがとても重要です。逆に言うと、うつの軽いうつとか、うつの前段階におきまして、脳疲労の状態におきましても、このような疲れやすいとか体がだるいっていう症状はかなり初期から出ています。だけど、別に体がだるいとか疲れやすいっていうものがうつの症状だってほとんどの人は知らないから、ほっといちゃうんですね。それでうつ病に突入してしまうということなので、本当にこの体がだるくて思うように動かないっていうようなこととか、体に鉛が入ったような状態っていうのは普通はあまりないので、そういうことはかなりお疲れモードだな、脳疲労の状態やうつ病の一つの症状なんだってことをちょっと頭の片隅にでも置いとくといいのかなというふうに思いますね。疲れやすいという体の症状がうつ病というメンタル疾患の症状とつながっているっていうふうには多くの人は多分思わないんじゃないかなというふうに思うので、意外と見逃されてしまう症状の一つですね。それでどうやったら回復するのって言った時に、きちんと薬を飲んでいたらすぐに回復するかっていうと、そうでもなくて、やっぱり 2,3 ヶ月ぐらいかかってくるわけですね。なので、家でリラックスをしながら、休息をしながら薬を飲んでいく、そしてある程度動けるようになってきたら、睡眠運動、朝散歩の朝散歩などで整えていくってことも大切ですね。朝散歩をするとセロトニンというものが活性化されますので、うつ病というのはセロトニンが下がっている病気なので、朝散歩というものはこういううつの症状全般に効果があると期待されます。ということで、疲れやすいという身体症状、体の症状なんだけど、実はこれはうつ病の早期、あるいはうつ病の前段階から見られる非常に重要な症状なんですよということで、疲れやすい、あるいは疲れが取れないという人もいますね。全身倦怠感、そういったものっていうのはメンタルの疾患の兆候でもあるかもしれないってことをちょっと覚えておいてください。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。メンタルが弱い人は〇〇を避けろ。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は群馬県の水上温泉からお届けしています。本当ですと渓流沿いで動画を撮影したかったんですけども、あいにくのものすごい雨でですね、ちょっと外にも出れないぐらいの状態なので、室内から川を眺めながらの動画撮影になっています。今日は質問いただきました。タクッピーさん、48歳男性、私は仕事が原因でうつ病になり、なんだかんだで10年ぐらい通院しています。幸い休職するほどひどくはないのですが、体調次第で有給を使いながら調整しています。ここ数年転職活動をしており、最近応募した会社で内定が得られそうな状態ですが、いざそうなると不安がひどくなり、うつ病が出てきているのが分かります。やはり転職しないで慣れた今の会社にいた方がいいのでしょうか。メンタル疾患で治療中の方がですね、今の職場でそのまま頑張った方がいいのか、転職して環境を変えたりね、仕事の内容を変えた方がいいですかっていう質問は非常に多いです。転職に限らないんですけども、メンタル疾患の患者さんにおきまして、あるいはメンタルが弱い人全般に言えるんですけど、ものすごく
変化に弱いです。新しい環境、新しい人間関係、新しい仕事の内容に適応していくのがものすごく下手です。逆に言うと、新しい環境や新しい人間関係、新しい仕事に適応するのがものすごく上手な人は、そうそうメンタル疾患にはならないよね。なので、そういう変化に対して柔軟にこう対応できないっていう部分が多いんですね、そういう人が。それが原因というか、例えば何か上司との人間関係が合わないとか、同僚とうまくいかないっていう人もあるんだけど、それはそこに対して対応ができないっていう能力の低さから来るんですね。だからそういう部分をスキルアップしてうまくやれるように、変化に対応できるように成長していくとか変わっていくってことがとても重要だし、逆に言うとそれができませんっていう人はあまり変化をしないように避けるっていうのが一番いいメンタルを安定させる戦術なんですね。しかしながら、どういうわけかメンタル疾患で治療中の人はそういうふうに、例えば100点ではないけど80点ぐらいの会社に勤めているのであれば、あえてチャレンジしてその会社がもっとよく見えるのかもしれないけど、やっぱりそこでの人間関係とかに適応できないで1ヶ月で辞めてしまいましたみたいな、今までの職場に10年もうまくというか、本人にとってはうまくないとは思うんだけど、私は70点ぐらいの出来でも全然うまくいってると思うんですが、もっと頑張りたいということで環境を変えるんだけど失敗する人がほとんどですね。メンタル疾患が非常に安定していて、そんなものには全然動じないぐらいのレベルまで戻っている、回復していれば問題ないんですけど、なかなかそうはいかない人が多いかなというふうに思いますね。ということで、メンタル疾患患者さんに言えることは、変化をできるだけ避けるってことなんですよ。だから今転職した方がいいですか、しない方がいいですかっていう場合におきましては、私は転職しない方がいいと思います。転職するとうつ病が悪化して、せっかく今まで入院したりですね、仕事を辞めないで働ける状態で来ているものを、なんでわざわざチャレンジをするのかが、私は意味がわからないですね。そういったことも含めて、今のあなたの状態の調子がものすごくいいとかね、ものすごく元気になってるとかね、うつ病をかなり克服している状態まで来てるっていうことであると、そういうチャレンジっていうのもしたらいいと思うんですけども、そういった部分に関してはやっぱり主治医と相談していくっていうのがいいと思います。主治医はある程度あなたの調子と今のメンタル的なものなどをよく観察しておりますので、そういったチャレンジができるのかできないかってことも客観的に判断してくれるということでございますね。一般論から言いますと、転職に限りませんけど、大きく環境を変えるっていうのはほぼほぼ失敗する場合が多い。私の経験から見ると、治療中の患者さんが何か新しいチャレンジや変化を起こした場合、9割は失敗するというふうに思います。1割ぐらい成功する人もいるんだけど、それはさっき言ったように、ある程度多少のことでも動じないようなね、状態まで回復していれば、それはうまくいくというふうには言えると思います。ということで、メンタルの患者さんやメンタルが弱い人っていうのは、とにかく変化に弱い。だからそれは自分で理解して変化を避けていけばいいだけの話なのに、なぜか変化する環境に自分から行っちゃって余計に病気を悪くすることがありますから、メンタル患者さんは変化に弱いってことをちゃんと知って理解しておくだけで、その危険性やリスクっていうのをものすごく減らすことができますので、今日の動画でね、理解して記憶してよく覚えておいてほしいなと思います。メンタルを病まない7つの方法。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は札幌の時計台の前からお届けしています。先日ですね、メンタルを病まない7つの方法という投稿をツイッターにしたところ、なんとリツイートが100を超えまして、大人気投稿になっていますね。ツイッターではね、7つの方法をただ箇条書きでお伝えしただけなので、今日はちょっとそこを詳しくですね、理由と意味と含めてね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。メンタルを病まない7つの方法ということですけど、普通の人がですね、メンタルを病まない、疲れない、ストレスをためない方法でもあり、今メンタル疾患を患っている方、この点を改善していくと治っていくという、究極の癒しの方法を7つお伝えしていきたいと思います。1つ目、やれることをやれる範囲でやっていく。これはもうよく言う言葉ですね。 YouTube 動画でも言いますし、言語化の魔力でも書いてますけども、やれることをやれる範囲でやっていくということの逆は何でしょうか。やれないことを無理してやっていくということです。やれないことを無理してやるので疲れます。ストレスが溜まります。それを長期的にやると耐えきれなくなってメンタルが病むということになるよね。だからやれることをやれる範囲でやっている限りは、そうそうメンタルを病むことはないはずなんです。例えば自分の100の力があるのに、80から90ぐらいの余力を持って普段の仕事や業務や日常生活をこなしていくと楽です。これを100の力がないのに、110から120のことをずっとやってる人が徐々に弱っていって、どっかで倒れてしまうということがメンタルを病むということですね。やれることをやれる範囲でやっていこう、とても重要です。メンタルを病まない7つの方法、2つ目は、ぼちぼちでいい。ぼちぼちでいいですね。ぼちぼちっていうのは平均ぐらい
でいいし、何か仕事をやった場合して80点ぐらいの成果が出ればいいわけですよ。いやいや、もっと90、100じゃなきゃダメだっていう風な考え方があなたを疲れさせてるし、メンタルが病む秘訣なんですね。逆に言うと70から80点で OK、 でも90とか100でもしたまに出したら最高だぜ、わーいって喜べばいいけど、最初から90から100を目指してる人は70から80だったら、あーなんてダメなんだって一回一回落ち込めなきゃいけないわけですね。だからぼちぼちでいいっていうのは、目標をあまり高く設定しなくていいということで、普通ぐらいの成果を出していれば喜ぶはいいわけだし、そうするとストレスっていうのものすごく減っていきますよね。皆さん何か目標を高く設定しようとか、大きな夢を持とうとか子供の頃から言われてきたと思いますけど、それっていうのは大きな嘘であってね、ぼちぼちの目標を立ててプラスアルファで喜べば、そうそうメンタルがやられることはありませんけど、大きな目標を立てる人、さっき言ったようにやれることをやれる範囲でやっていくのを限界を超えてしまいますから、よっぽどメンタルが強い人が別でしょうけども、普通の人はだいたいメンタルを病んでしまうということになるので、ぼちぼちでいいですね。ぼちぼちの結果で十分満足するということをしていくと、そんなにストレスをためないで、あ、今日もぼちぼちの一日で本当良かったわ、いやぼちぼちで良かった、本当に普通で良かったわ、なんか大変なことがあったわけでもないし、何か仕事で失敗わけでもないし、心が気づくのでいいことが起こったわけでもないわけですから、ぼちぼちな一日ってのは最高なんですよ、これはね。なんでぼちぼちでいいっていう心構え、3つ目は一人で抱えない、これ大切ですね。ガス抜きをしようっていうのと同じです。なんか困ったことがあったり、あるいは辛いことがあったら他の人に辛いですってことをちょっと弱音を吐いてみる、あるいは仕事のことで何か困ったことがあったら先輩や上司にちょっと相談してみる、あまりことが大きくならないうちにちょっと聞いてみる、そういったことをねしていくと、そんなに大きなトラブルになったり、大きな失敗になったり、大変なことになるってことはそうそうないはずです。一人で抱えるので後々大変になってくるわけですね。だからとにかく一人で抱えないっていうことがとても大切ですね。他の人の力を借りるということです。私たち一人の人間ができることには限界があります。ですから一人で頑張ると無理しちゃうんです。だから自分ができないことは他の人の力を借りたり、教えてもらったり、やり方を聞いたり、より楽にやるやり方を教えてもらうっていうようなことをしていけばいいわけなので、一人で抱えない、とても大切ですね。5つ目は自分を責めない、自分を許す。多くの人はですね、何か失敗した時、なんであの時こうこうこうしなかったんだ、あなんでこんなことした、あの時ああしてればこうならなかったのにって言って自分を責めるんです。自分を責めることによって、最初ストレスがこのぐらいだったのが、ストレスがこのぐらいに膨れ上がるわけですね。ああ失敗した、しょうがねえやで流せば、ストレスこれで済んだもの、なんであの時私はこうこうこうしなかったんだ、なんであの時こうしなかったんだ、なんであの時こうしなかったんだって言って、自分でボカ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 自分で頭を殴ってるのと同じなので、ストレス度がこのぐらいに跳ね上がる。つまりストレスというのは自分で作り出してるんですね。スルーしたりねしていけば、どんどんストレスを流すことができるんだけど、自分を責めたり後悔とかもそうだけども、特にとらわれることによって、嫌な記憶を思い出すことによって嫌な感情を思い出し、自分でストレスを何倍にも増やしているということがメンタルを病む人の一つの特徴ですね。だから他人から責められることは防げなくても、自分で自分を責めることをやめることはやりやすいじゃないですか。だからせめて自分で責めない、自分責めないけどフィードバックはしてください。フィードバックっていうのは、事実関係を鑑みて、なぜ失敗したのか、うまくいかなかったかを分析して、次からどう修正していけばいいかっていうことを振り返りは必要です。だけど感情的にいつまでも引っ張ってても何の意味もないので、感情的には流すってことですね。事実は事実として受け止めて、感情的には流すっていうのがいいと思います。6つ目、悩みが小さいうちに相談する。これさっきも言いましたけども、ガス抜きと同じなんですけども、皆さん大体悩みが大きくなってから人に相談するんですね。メンタル疾患もそうですけども、3ヶ月前に来てくれれば本当にすぐ治ったのに、すんごいひどくなってから来るので、何年も治らなくなってしまうと。3ヶ月前に来れば1ヶ月で治ったものが、今来てるから3年かかっちゃうってことがあり得るわけですね。なので皆さん大事になってから、だいたいどうしようもなくなって相談するので、例えば会社の仕事のことでも、本当にどうにもならなくなってから上司に相談するので、何の対応もできない状態になっているということが、メンタル疾患においてもそうだし、ちょっとした最初のつまずきの段階から人に力を借りて、なんとかそこを乗り越える方法をすれば、軽く乗り越えることができるものは、3ヶ月半年1年も経ってから相談するものだから、もうどうにもならない状態になってしまうということなので、できるだけ軽いうちに相談するっていうとあれだけども、普段の雑談の中でこういうことがなってるんですよっていうことを普通に話せるようなね、関係性を作っていったり、ね、友達なんかでも最近こういうことで困ってんだよねみたいなことが、いろんな風に言えるように関係があれば、そんなにストレスとか悩みっていうのは大きく膨れ上がるってことはないんですね。悩みが大きくなってから相談するので、相談してもしょうがないです、相談しても解決ができませんという状態になるので、ごくごく初期の状態であれば、どのような問題でも対応できるし解消できるはずです。そして7番目が睡眠をとるということです。あるいは睡眠を削らないということですね。
だいたいいろいろとメンタル的に疲れてくる人ほど睡眠時間が短くなってきます。それは眠れなくなるってこともあるけども、逆に何か嫌なことを抱えてるから夜中までゲームをしたり、なんかテレビドラマを見て睡眠を削ってしまったり、あるいは夜中まで友達と飲みに行ったりして睡眠を削ったりってことになってくるので、睡眠っていうのは回復です。メンタルの回復、心の回復、脳の回復ですね。なんで8時間ぐらい眠ればですね、そういうストレスとかメンタルってかなり改善するんですよ。8時間じゃなくて7時間でもいいですよ。7時間から8時間ぐらい睡眠をとると脳やメンタルっていうものはものすごく改善します。しかしメンタルが弱ってきてる人ほどなぜか睡眠は7時間を切り、6時間を切り、5時間ぐらいになっていたりするので、悩みやストレスというものはどん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 増殖するわけですね。十分な睡眠時間をとっていくと悩みやストレスはどんどん解消して小さく小さく小さくなっていくんですけど、睡眠時間を削るとその悩みを抜いていく機能が破綻しますので、悩みやストレスというものがどん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 大きくなって、最後バーンって爆発してメンタル疾患が発病する、メンタルが病むってことが起こってきますね。睡眠きちんととってればそんなおかしなことにはならないです。だけどいろいろと疲れが溜まったりストレスが溜まったり仕事が大変になってくると睡眠が取れなくなってきて、布団に入ってても寝れないってことになっちゃいますから、先ほどから言ってますように、あまり悩みが大事にならないように相談したりするみたいな、そういったことをきちんとやっていくということが必要になりますよね。メンタルを病まない7つの方法、よく覚えててほしいなというか、これを日頃の中で普通にできるようになってくるとストレスも流すことができますし、毎日も楽しくなっていくのではないでしょうか。カバさんの YouTube 動画や本の中でお伝えしてきたことの中で最も重要な7つの総集編なので、ぜひ記憶に留めておいてしっかり実践してほしいなと思います。